日本鹿児島県市菊式の市、港町港町は、鹿児島県市菊式の市の大技。旧日置郡一期郷港村及び、日置郡一期郷港町、日置郡西白井村大技港及び、日置郡西白井村港町、日置郡一期町港町。港町及び港町1丁目から港町4丁目がある。 郵便番号は899-2101。市菊式野市の中南部、大里川及び八草川の下流域に位置している。また、地域内には、市菊式野市役所一木支所があり、旧一木町の中心地であった。浅井域の北方には、別府、八草、北方から東方にかけては川上、南方から西方にかけては大里が接している。 西部を南北に国道3号が通り、並行して鹿児島本線が通っており、さらに東方には南九州西回り自動車道が南北に通っている。また、国道3号と鹿児島本線の中間部を国道3号一機バイパスが通っている。麻行駅の南端部の一機農芸高校前、交差点からは国道270号が南方に向け分岐している。 中央部を国道3号から東方に分岐する鹿児島県道308号、豪湖一期線が東西に通っている。教育機関は、西南部に鹿児島県立一期農芸高等学校、西部に一期区式の私立一期保育所がある。港という地名は、江戸木より見え、薩摩国日置郡一期里のうちであり、村高は、 天保号庁によると740国余り、急行給料には730国余りであった。昔より、大里川川口付近では、塩が生産されており、さらに、東郷の中にて、水性最大になるがゆえに、遠近の船船多く来て、つなぎ止まりせり、この辺港村のうちにて、港裏といへりとあるように、裏町として発展していた。そのため、このたりは、 港町と呼ばれ、現在の地名にも引き継がれている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、1記号のうち西半分の区域より西一雷村が成立した。港村のうち、港町と呼ばれた裏町にあたる地域は、西一雷村の大技、港町となり、残余の部分は、西一雷村の大技、港となったが、 1911年に大技港の全域が大技港町に編入された。その後1930年に西市来村が調整志向及び即日解明し、市木町の大技、港町となった。2005年10月11日に市木町が串木野市と対等合併し、市木串木野市の大技、港町となった。その後2008年2月9日に、 土地区画整理事業を実施したのに伴い、地域の一部が港町1丁目から港町4丁目となった。以下の記述は、地区内級新地番対象表及び地区外級新地番対象表による。鹿児島県立一機能芸高等学校一級便、局市立小中学校の学区は以下の通りである。国道3号一期バイパス阿ザ駅の西部を南北に、 鹿児島本線が通っているが、地域内には駅は所在していない。最寄り駅は大里にある一木駅である。ありがとうございます。